間帯が長いですよね。そうですね。ここもハミルトンが行く。はい、コートは落ちて2ラウンド、最後決めていきました。ブラント、逆にこの横浜の攻撃、インサイドか、決めていきました。モリスのパワープレー、いや今はいいパスが通りました。そうですね。これで1点リードになります横浜。ここはパスが乱れました。滋賀得点数スリーポイントを決めてきた。またハミルトンですよ、ここ打ちますよ、さあこのシュートはどうだ